けだな。はい、というわけで、かなり久しぶりのバトライドウォー創生なんですけれども、覚えてないよね。はい、前回アマゾンで行ったんですよ。なんかそれすら覚えてませんけど、はいはい、なんか行ったんですけど、そこからちょっとね、まあいろいろありまして、その後行ったんですよ。これか、これかな、暗黒星雲をこれアマゾンでクリアして、で、その動画を出す前にちょっと止まってしまって、でも同じだからここに行ったらいいのか。そうですね、なかなかちょっと思い出す創生をね、録画することができなかったので、はい、久々に、リハビリも兼ねて、こちら暗黒星雲の次の天秤戦線、はい、ですね、リブラゾディアーツが出てきますので、そちらに行きましょう。はい、さあレベルもめっちゃ上がってるよね。でもこれね、前からこうだったんですよ。前から触ってないですから。なので、まあ前アマゾンで行ったんで、まあ昭和使ってないシリーズとしては、まあスカイライダーとか、なんかレベル99。そうですね、レベル99ですね。あ、でもいいじゃないですか。そうですね、あとはまあゼクロスをね、連れてってあげてもいいと思います。ゼクロス、仮面ライダーゼクロス。ゼクロスはパートナー限定だったと思うんですよ。あ、そうなんだ。ネクストミッション、天秤戦線、自身の力の重さを証明せんと、採石場にリブラゾディアーツが再び出現。この戦いに挑み、リブラゾディアーツと決着をつけよう。はい、行きましょう。来た。俺の名は仮面ライダー。そう、あ、スカイライダーって言わないでしょ。言わなかった。仮面ライダーなんですよ、スカイライダー。堂々と勝負しろ。被害しライダースピン。あ、いいなぁ。今三角通常状態。あ、なんかいろいろ。あ、スカイキック、スカイキック、通常状態も、スカイキック、スカイキック。何が違うのかまだちょっとわかんないんで。セーリングジャンプ、セーリングジャンプ。飛んだ、進んで、おーおー、飛んでる。なんでこうなったかはわからないけども、あ、速攻で来ちゃうんだ。宇宙に夢を、夢をね、星に願い、はい、私の力の重みをその体に刻みつけてやる。だいぶ強いから操作を忘れていますが、僕の成果を見せてやる。そうだね、スカイライダーはね、最初もうちょっとくすんだ色だったんですけども、特訓によって笑っちゃった、笑っちゃった。特訓によってね、この鮮やかな緑色を手に入れるわけなんです。強すぎて一瞬倒したと思います。これが強い感じなんだけど、ゼクロスも忍者手裏剣爆弾みたいなのを投げております。それめっちゃ強いやん。やばい、消える。やばい、でも 10% 溜まってるから。来た。あ、違う違う、そっちじゃない。今呼んだけど多分使っちゃったのに、今タッグのやつを走っていっちゃった。走っていっちゃった。なんかタッグ要請はなってるのが、ボルテージゲージを 10% 溜まってたら、その 10% を消費して攻撃をさせることができるんですね、仲間に。やっぱこれ楽しくやっちゃう。これダメだな、普通の攻撃をしない。絵面がさ、でもあれ A と三角両方とも超えたんだ。待って待って待って、これやりたい。ゼクロスめっちゃ使えたら楽しそうなのにな。忍者っぽいから、技も多彩そうだし、ね、あの子が消えちゃうからうまくできないんだよ。ちょっと待って、いやスカイターボじゃなくて、ダメだな、タックをしたら走っていっちゃうの。ロックオンしてなかったからかな。もう一回貯めてみようか。ロックオンして 10% 貯めて、ゼクロスの目の前にしてあげて、攻撃だね。あ、たまったたまった。 10% 違う、間違えた。待って待って、ああ、スカイターボ乗ってる隙に、ちょっと待って、これやっていくよ。衝撃集中爆弾、ダメじゃない、なんか十字手裏剣。おお、横に来てやってくれた。十字手裏剣、違う、マイクロチェーン、やってくれた。お、いいじゃん。ゼクロス衝撃集中爆弾、マイクロチェーン、十字手裏剣、スカイターボ。なぜブーンじゃない、ない。スカイライダー必殺技がたまらないの、ゲージが全然わかりません。攻撃をわざと食らってるんだけど、ああ、
あ、強くなりますよ。本気で行こう。やばい、今から。今から本気。やばい。やばい。リブラゾジアツはマントを脱ぎ捨て、その本領を発揮する体勢に入った。リブラゾジアツとの決着をつけよ。やばい。封じ手裏剣。それ。ゼクロスやる気満々やで。あ、バリアだ。よっ、はい、回転が始まる。よし、ひと飛びで駆けつけるぞ。逃げた。やばい、負ける。嘘。そう、レベル99なの。なぜ？レベル99なの。だから必殺技がないの。なぜ？ちょっと待って、必殺技を貯めようと思って食らってたのに。その調子だよ。調子もない。十字手裏剣。絶好調。スカイキック。十字手裏剣。スカイキック。でもスカイキック連打でし。ああ。ダメだ。手が出せないな。違う。違う。敵が湧いてきた。やられたかと思ったら、あ、上にいるわリブラ。ややこしいな。上からなんか撃ってくるぞ。うわ、ややこしい面だここ。スカイキック99の技のスカイキック。なんか出したよ。念力返しライダースピン。そればっかりじゃなくて、なんか出したよ別の。とばかってよ。まずい。タイよっ、大回転スカイキック。またマリア発見。スカイキック。スカイキック。ダメだ。うわあ。もうまだまだ未熟だな。まだまだ未熟だな。超必殺技ゲージ回復量を体力回復量に変換するクーガアルティメットフォームを山芋さんは装備してしまっているので、必殺技ゲージがたまらないんですよ。だからなの。体力が満タンだと。何かみたいなのと多分組み合わせてめちゃくちゃ強いっていうあれなんですよこれ。フィギュアこれを装備してるからたまらなかったんだ。しょぼい、いらないのにしといて。じゃあバリアを解除したら一気に必殺技を。超必殺何ボタンだったっけ。本気で行こう。本気で行くよ。オッケー。ここで勝った。私が死ぬ。私の存在を認める。超必殺技 R2 ボタンです。もうやった方がいい。ダメだ、バリア始める。もうやってもいい。よし、やってもいい。もうやっていいって。俺もまだまだ未熟だな。行ってください。行きますよ。はい、しめじに交代しましたが、はい、行きますよ。ガモン様も私の存在を認める。強いよ。強そう。そう、あんなの壊しちまえ。封じ手裏剣。よし、ひとっ飛びで駆けつけるぞ。ライダースピン。反対反対。迂闊に近づくと危ないよ。もうちょっとでバリア壊れる。力返しライダースピン。あ、今だ。でもちょっと溜まってないし、めさん強くて。よし、絶好調。タイム。タイム。よ。99の技の一つ。タケトンボッシュ。私の相手になるか。念力返しライダースピン。あー、これがいっぱいいっぱいバージョン。やめや。溜まってきた。念力返しライダースピン。強敵が現れたか。わーわーわー、やばい。めっちゃ食らった。やばい、でもまたバリア張っちゃった。念力返しライダースピン。十字手裏剣。どこ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 。念力返しライダースピン。十字手裏剣。いいやばい、やばい、続けてやるぞ。本気見せたい。スカイターボ。スカイターボ。うわ、ライダーブレイク。あ、ライダーブレイクだ。突然壁が出る。あの特訓に比べれば力が必要とされる限り戦い続けてやるぞ。俺もまだ未熟だな。あれ、しめじさん。ライダーブレイクびっくりしちゃった急に、うん、全然当たってなかったし。なんか友人手裏剣の技の一つ。技の一つ。スカイキック。ガモン様も私の存在を認める。ヒットポイントいい感じ。念力返しライダースピン。ポーズよ。もう星見えた。ポーズが見えてる。ポーズ見えてる。よし、ひとり飛びで駆けつけるぞ。ポーズのあれだから。ポーズが見えると危ないよ。そんなのあんの。見えたよ私。ポーズ見えましたね。念力返しライダースピン。なんでなの。念力返しライダースピン。もう一度でバリアが。バリアもうちょっと。よし、スカイキック。あ、いけない。痛い。スカイキック。スカイキック。99の技の一つ。スカイキック。絶好調。99の技の一つ。スカイキック。
は溜まっているけども。まわ。じゃ手が出せない。危ない。危ない。あれ無敵じゃないのか。ついに攻撃が現れた。回復がないのよ。ないのかな、あれフィギュアか。あれフィギュアなんだよ。フィギュアだった、さっきフィギュアだった。さっき間違えたの。ゼクロス？あれ？タック動かしたら？なんだっけ？L と三角だったっけ？L1 と三角、四角か。マイクロチェーン！おお、まあ、地味にやった、地味にやった。あともう一回できるけど。十字手裏剣。あ、溜まってる必殺技ゲージ。よし。二回押し二回。あれあれあれ、宝石来た。やっぱり宝石来てるね。なんかそんな話あったっけ？ちょっと忘れたな。偽宝石になったりしたっけ？私が指導した。さらに必殺技。やばい。スカイターボ。二回押せるか。ライダーブレイク。命をかけて燃えてやる。初めて。やあ！念力返しライダースピン。ああ、強いんじゃない？ほら。念力返しライダースピン。もうよせ。私が悪かった。念力返しライダースピン。謝ってる。謝ってください。待て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 。念力返しライダースピン。強。ライダースティング押しで。倒れた。よかった。なんとかレベル99でこんなにきつい。まあまあ適当なフィギュアしかつけてないけどね。え、これ難しいにしたの？ハードです。あ、ハードなんだ。いやでも最大レベルですよ。そうだよね、最大レベル。でもちゃんと考えてフィギュアつけてって適当なことしちゃダメなんですよ、久々とはいえ。 B だからダメなんだから。フィギュアを取ってないっていう。あ、 S だ。でもこういうのつけなきゃいけないんだ。やっぱこういうの取っていかないと。さあ、スイカアームズ来ちゃった。スイカアームズにもこれやっちゃおう。取って、取って、早く取って。なんでなんで、嘘嘘劇。あ、来た。罪を背負って、私は未来を切り開く。かっこいい。